118回目、今年4回目の、国際 ARC セミナーを開催させていただきたいと思います。ARC のリサーチマネージャーのサイフマン・トラビスと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日の発表者は、同志社大学文学部招待講師の、高橋千秋先生になります。近代、現代の、家族写真、写真雑誌など大変興味深いご研究になさってます。去年の、ARC Days でも、家庭内視覚文化論についてご発表いただいたと思います。今日のテーマは、顕彰と写真雑誌と読者の、共同体です。では、高橋先生、どうぞ。はい、ご紹介ありがとうございます。皆さん遅い時間にお集まりいただいてありがとうございます。では、早速ですが、資料の共有をさせていただきますね。共有できていますでしょうか？はい、大丈夫です。はい、ではこの状態で、ちょっと待ってくださいね。チャットに何か来てるようなんですけど。事務局からのお知らせになります。あ、先生、はい、わかりました。はい、いいですね。すいません、ごめんなさい。はい、ではちょっとカメラを切らせていただいて。はい、では、今日のテーマは、顕彰と写真、雑誌と読者の共同体ということで、近代の日本の、特に雑誌メディアで顕彰という行為に写真がどう関わっていたのかということを、婦人雑誌と写真の専門的な雑誌を事例として紹介していこうと思います。その中で、顕彰という行為が、近代の日本においてどんな意味を持っていたのかとか、顕彰という行為を通して、雑誌の中で読者の共同体がどのように構成されていたのかというのを見ていこうと思っています。では、早速始めますね。ちょっとこう、情報が、様々飛んでいくかもしれないんですが、気軽に、お付き合いください。では、ちょっと見ていきます。明治後半から昭和の初めにかけてなんですが、顕彰の時代と呼ばれます。で、これは今日のセミナーの、大きなテーマの一つなんですが、同時に、この顕彰の時代っていうのは、雑誌の時代と呼ばれた、近代日本のある期間とも重なるんですね。ちょっと雑誌という点から検証をか、あの考えてみましょう。こちらですね。雑誌の創刊が相次いだ、この明治後半から昭和の初め。なんで雑誌の創刊が相次いだのかっていうと、皆さんもご存知と思うんですが、識字率が向上して、女性や子供という新しい読者を獲得して、雑誌そのものがどんどんこう、世代ごとに細分化されたり、大正ぐらいになると趣味というのがすごく広がるんですね。そういう中で、例えば写真とか水彩画とか、そういった専門的な分野を扱う雑誌が登場します。で、もちろん明治からずっとある婦人雑誌、そういったものも様々な出版社から新しく創刊されるという時代が、この明治後半から大正昭和にかけてなんですね。で、そうした雑誌、乱立する中で、販売促進のためにさまざまな戦術を用いて読者の関心を煽ってきました。その試みの一つが顕彰というイベントです。で、ちょっとこちらに例を出しているんですが、これは明治39年に創刊された「婦人世界」という、婦人雑誌ですね、女性向けの雑誌です。ここの奥付けに顕彰の募集というのが告知されています。で、見ると短文、和歌、俳句、習字、笑い話とか、文字合わせ、餌菓子、とんち話ですかね、とんちだ、いろいろなものが出てきているんですが、その中に、こっそりと写真というのが登場しているんですね。婦人世界が写真の顕彰を募集し始めたのは、この明治41年からなんですね。で、このように、顕彰というイベントそのものが、雑誌をこう宣伝する役割を持っていた。で、どんな顕彰があったのかというと、俳句、小説、絵画や習字、ちょっと教養的な
香りのするものですね、そういったものもありますし、衣食住のアイデアとか、まあ、失敗談、こういうことしたら料理が失敗しましたというような実用的なお話を求めるものもあります。で、中にはちょっと変わった判じ絵とか言葉合わせ、まあ、ダジャレを用いたような娯楽的なクイズのようなもの、そういったものもこの時代には登場しました。では、ちょっとこの検証、婦人世界の検証がどういうふうに展開していったのかというのを少し事例をもとに紹介していきましょう。ではそもそも婦人世界ってどういう雑誌だったのかというのをちょっと文字がすごく多くて圧倒されますが、ちょっと読んでいこうと思います。婦人世界っていうのは明治大正昭和、全354冊を刊行した婦人総合雑誌なんですね。で、最盛期には30万部という当時としては破格の部数を売り上げ、その普及率の高さから東洋一と称されていました。まあ、こちら参考としてね、表紙を出しています。で、この婦人世界の特徴っていうのは時流を敏感につかんで紙面に反映する手法に優れており、雑誌研究の中では今日の婦人雑誌の原型を作ったと、まあ、このように評価されているんですね。まあ、こういった情報はこちらの参考文献から、得たものです。で、大体この婦人世界の記事の傾向っていうのをざっと時代ごとにまとめていくと、明治時代は料理裁縫育児など家事一般に関する実用的な記事、そして良妻賢母主義に基づく啓蒙的な記事が多く掲載されていました。ところが大正に入ると同じようなジャンルの新興のライバル誌というのがどんどん出てくるんですね。で、そのライバル誌と競い合うようにして、まあ、婦人向けのもっとこう娯楽的な、通俗的な情報、美容、ファッション情報など、あるいは著名人のゴシップや性愛に関する読者の体験記など、まあ、これは今日の女性雑誌にも引き継がれているような特徴だと思いますが、少し通俗的な情報を取り入れることで新規軸を打ち出していった、まあ、そういった雑誌なんですね。で、こういった婦人世界、婦人雑誌の中でもかなり、たくさんの人に読まれていた、まあね、東洋一とも称されていたこの雑誌の中で検証写真というのは、まあ、どんなものがあったのか、次にちょっとざっと見てもらおうと思います。はい、こちらなんですね。婦人世界の検証写真の募集の一覧です。1908年から1931年まで行われているんですが、この23年間の間に26回あります。で、ざっと見ていくとちょっとこのね、1910年代、大正あたりにはガクッと検証がなくなっているんですが、検証のテーマっていうのを見ると、この明治時代には母親の写真や生け花をしている女性、子だくさんの人、まあ、そういう人の写真、結婚の写真といった家庭にすごく関わっている、良妻賢母とかね、そういうものに通じるような検証のテーマが掲げられているのがわかります。大正末から昭和に入ると、ちょっとこういう娯楽的な要素のあるもの、記者の体重当てとかね、そういうシリーズがずっとありました。顔の長さ当てとかね、こういったちょっと変わった検証が出されています。で、大正末ぐらいには、当時流行していた芸術写真という、まあ、絵画的なこう特徴を持っている写真、その流行の中で芸術写真の検証も行われるようになります。で、昭和に入ってくると、このミス日本というね、美人コンテストを市場で行うというような、まあ、かなり本格的に、こういうミス日本というのを写真を通して選ぶというような試みもしていたんですね。はい、婦人世界の検証の、ちょっといくつか実際の例を見ておこうと思うんですが、雑誌の検証写真の中で、特にこういう婦人雑誌で取り上げられるのが、家族に関する写真なんですね。で、こちら、愛らしい子供を抱く母の写真、まあ、明治時代のまだ啓蒙主義的な性格の強かった、時代の婦人世界の検証なんですが、ここがね、告知なんです。面白くてためになる検証募集として、50選にて家族5人の総菜を作るとか、口絵にする絵画の募集、その中に紛れて愛らしい子供を抱く母の写真というのが募集されています。で、この検証に当選したのがこちらの4枚の写真なんですね。で、この4枚の
母子の写真に共通しているのは皆さん何だか分かりますでしょうか。もしよろしかったら考えてみてください。すべて半身像であるということなんですね。こう全身ではなくって半身のお母さんと子供の写真というのが選ばれています。だから子供との距離がいかに近いか、子供をいかに可愛がっているかということが求められた母のイメージだったんでしょうね。この検証が求めたものっていうのは、写真の中に出てくるような、愛情を我が子に注いでいる母親の姿、良妻賢母のイメージと捉えて、差し支えないかと思います。で、他にもですね、例えばこういう10人以上の子供とその父母の写真、子供は実に財産以上の尊い財産です、こういう言葉が並んでいて、募集が行われました。珍しき検証の募集として告知が打たれています。で、ここで、どんな写真が登場するのかっていうと、かなりちょっと立派なご家庭の写真が、当選しています。お医者さんの家庭なんですね。で、ここのじゃあこの検証っていうのは、このまだ啓蒙主義的な性格の強かった時代の婦人世界において、どんなものを、求めていたのかというと、10人以上の子供がいる家庭なんだけど、よく見ると、みんな男性は洋服を着てるんですね。で、女性は和服を着ているんだけれども、結構いいところの奥さんになってたりとかね、みんな出世をしているということがわかります。現象が求めているのは、まさに明治時代のもう一つのスローガンであった立身出世のイメージなんですね。で、この様相っていうのが結構ポイントになってきます。これを参考としてジョルジュ・ビゴー、風刺画家のジョルジュ・ビゴーが日本のさまざまな風俗を捉えたものの一枚なんですが、様相はエリートの象徴というこういう作例を残してるんですね。ただ様相でカッコつけているけれども、周りの人たちはこう舌を出したりね、ちょっとこう笑っていたりというバカにしているような様子も書かれているんですけれど、いずれにしてもこの時代、様相というのはまさにエリートを表す記号だった。で、一等に当選したのはすべてこう洋服を着ている、男性たちが集まった写真だったということなんですね。はい、こういった検証写真の中に当選している家族写真というのが、明治時代あるいは大正時代に求められた理想的な家族像を表していて、それを模範として、当時の人たちがね、これが理想なんだなということを心に留めていったという、理想的な家族像が普及する装置になっていったというふうに考えることもできます。ちょっと面白いもの、婦人世界の中でもちょっと変わった検証というのも最後紹介しておきましょう。これがね、検証判事写真ということで、この女性の年齢を当てたり、着物の色は何色でしょうかとかね、こう白黒であることを逆手にとって、帯の色とかね、半襟の色とか、そういうものを見立てる、当てるというような、こういう検証が掲げられたりしています。でも女性の雑誌ということで、こういったファッションに関するものというのが時々出てきているんですね。こちらは20歳の奥さん、の新しい服に合う半襟と帯を見立ててほしいという、こういう検証がかけられたりしています。はい、こういう変わったのも出てくるんですね。ではちょっとまとめていきましょう。婦人世界の検証写真というのは、どういった傾向があったのかというのをまとめてみます。家庭や育児、美容やファッションといった女性の私的領域に関係したテーマを好んで設定しているということが分かりました。で、それらの検証写真の多くは、読者の女性自らが被写体として画面に登場することを前提としている。愛らしい子供を抱く母親の写真とかね、これ自らが写真のモデルとなって、その写真を投稿するということが前提とされた写真がかなり多いんですね。で、こういった特徴からはどんなことが思い浮かぶかというと、女性がこういった雑誌などで、ファッションモデルとか、女優さんとかアイドルとか、そういう女性のイメージを見るときに、実は二重の構造が隠されているという指摘がジェンダー研究などでもあります。どういうことかというと、覗き見る視線、同じ同性なんだけど、女性をこう綺麗な女の人として覗き見る視線と、その女性に同一化していこうという、こういう視線が
雑誌や、メディアに登場する女性に向けられているということが指摘されてきました。でまさにこの婦人世界の憲章写真というのは、読者たちは淵絵に掲載されている憲章で1位になった、1位に選ばれた理想的な女性の写真を見て、まあ、それを男性的なあるいは家父長的な視線を内面化して覗き見る。ちょっと男性として、あ、綺麗な人だなと思ったりする、男性的な目で見るという、まあ、そういう一方で、そこの女性のイメージから学んだ特徴、仕草や表情、化粧や服装、こういったことを模倣することによって、その理想的な女性になりきろうとする、まあ、同一化しようとする、こういった二重の構造があるということを、この婦人世界の憲章写真にも当てはめるならば、憲章写真というのはまさにこの同一化のための実践の場を用意した、このように捉えることもできるんですね。はい、ちょっと駆け足でしたが、婦人世界の憲章写真というのをざっと紹介しました。でここでちょっと憲章というものとこの読者の共同体というものをまとめてから、次は写真雑誌という、特殊な雑誌の範囲の中で、憲章がどういうふうに働いていたのかということを確認していきます。さて、これ最初にもちょっと言った明治後半から昭和の初めというのは、雑誌の時代でもあり憲章の時代でもあったと位置づけることができます。じゃあその憲章ってそもそもどういう役割があるんだろうかっていうものを考えてみました。でここにざっと3つ、提示しています。まず憲章をする、章をかけて一般に、何かの情報を送ってもらうということなんですが、一つ目、まあ、すごく単純なんですけど、その通りコンテンツ不足を解消するため、例えば創刊したばかりの雑誌っていうのは原稿が不足していたり情報が不足していたり、あるいは同じ記者が書くことによって内容の偏りというのが起こりがちなんですね。でそれを改善するために読者にそれこそ記事を送ってもらうとか、情報を提供してもらうという、こういうコンテンツ不足を解消するという役割が一つあります。でもう一つ別の側面から見ると宣伝の効果、例えば高額な賞金をかけることで世間の注目を集めたり、ちょっと変わった検証を行うことで世間に話題を提供したりする、そうすると人々の注目が集まるということで宣伝効果が期待できるという点があり、これが二つ目の役割ですね。で最後三番目なんですが、これが、今日の後半の写真雑誌と読者の関係というものを考えるときにちょっと注目したい役割なんですが、読者に交流の場を提供する、特に憲章写真というのは単に投稿するだけではなくって、投稿された作品が入選すると結構著名な写真家たちが批評をつけるということをするんですね。でここでは読者と編集者が交流をする、あるいは読者同士があの人は一等になったんだなとかね、そういう情報が交換できる、この人のやってることが認められたんだねというふうに読者同士の情報交換にもつながっている、読者に交流の場を提供するというのも憲章の役割の一つではないかと考えます。ではこういう憲章について、これまでねどういう分野でどんなことが言われてきたのかっていうのを簡単に紹介しておこうと思います。明治大正期の憲章の時代、この言葉を使っているのが日本近代文学研究の河野健介氏、まさにこの本のタイトルにも出てくるんですが、陶器としての文学、活字、憲章、メディアという、こういった、書籍を出版されています。2003年のものなんですが、この陶器としての文学の中では、憲章小説に注目が注目されていて、1900年代前後新聞の憲章小説が流行したということに注目し、まさに憲章小説の時代というふうに、名付けているんですね。で、この河野健介氏の憲章に対するこの話の中でちょっと注目したいのが、4番目の憲章の役割と言ってもいいかもしれないんですが、憲章小説の章っていうのは一体今どんな意味があるのかというふうに河野氏は考えているんですが、その金額の多さとか
ね、そういうものではなくって、実は自らを社会の中に位置づけて確認するための記号の獲得をこの検証っていうのは目指しているんだという、こういうことを指摘されているんですね。いわば検証に応募するっていうのは、それが認められるということ、社会との関わりを保障する賞をもらえるというのはね、そういう意味合いを含んでいるということを考えることもできるんじゃないかと。4番目の検証の役割と、みなしても良いかなというのがこちらですね。はい。で、いろんな分野で検証というのがね、行われていたというのが、こういった研究からもわかるんですが、もう一つ、明治大正期の検証のもう一つ面白い事例として、三越、今百貨店になっているんですが、三越呉服店っていうのを、この明治時代の百貨店としてはすごく新しい試みをたくさんしたということで、ご存知の方も多いと思うんですが、1911年に三越呉服店は広告画の図案検証の募集を開始しました。で、こちらがその、検証で一等を取った橋口五葉のこの美人というポスターなんですね。で、まあ、これをきっかけにポスターの表現というのが、それまでの絵画主義的なものからより平面的で装飾的なものへと変わっていくという、まあ、そういったポスター史の流れというので指摘されることもあります。で、ちょっと注目したいのがですね、このポスターの図案に検証がかかったということは、当時としてはすごく珍しいことだったんですね。で、さらに一等賞金が1000円という高額、この現代の価格に直すってすごく難しいし危ういんですが、大正時代に1円が1080円程度だったという指摘があるんですね。ただ明治時代だともうちょっと高い、3000円ぐらいになるというふうに言われるんですが、でも低く見積もっても賞金1000円っていうのは100万円ぐらいになるわけですね。かなりの高額を掲げて図案を募集したということで、社会の注目を集めたんですね。で、もう一つ、当時のポスターの制作においては、印刷会社というのが主導になってました。まあ、今でいう広告代理店のように、広告のこう雛形みたいなものがあって、それをこう選んでいくというシステムだったんですね。しかし三越は自分のところで、図案から企画するという新しい試みを取り入れました。で、これが話題となって注目を集めます。で、検証というものをかけることによって、それが大きな宣伝効果となってくるというのが、このポスターの三越のね、検証からわかる点なんですね。はい。ちょっとこの検証のかかったポスターを三越はかなり使い倒している、宣伝として使い倒しているというのがありますので、見てもらおうと思います。これは PR 紙ですね。三越が発行している三越タイムズとか大阪の三越とかっていう、こういう宣伝用の雑誌があるんですが、そこでは、まあ、大阪のこれ三越の、ちょっと分かりますでしょうか、ここにね、ポスターが掲出されている、このポスターがね、一等になったポスターですよというので掲出されていたり、あるいはこの橋口五葉の時ではないんですけど、第2回目の検証では全てのポスターをこう陳列して、このポスターの展覧会のようなものをしてるんですね。だから検証のポスターというものをすごく広告として効果的に使っているというのが見て取れます。はい。検証の時代、様々な分野で検証というものがいろんな役割を果たしながら使われていたというのをここまで見てもらいました。では、今日注目するのは写真雑誌という、まあ、雑誌メディアなんですけど、雑誌と読者の共同体というのはもうすでにかなり緻密な先行研究がたくさんあります。1990年代、そして2000年代に、まあ、かなりこういった雑誌研究っていうのが進んでいます。で、今日はそういった先行研究の、まあ、成果というものも踏まえながらお話をしていこうと思うんですが、こうざっくり紹介しますと、例えば川村邦光さんの乙女の祈り、近代女性イメージの誕生というのでは、女学世界という女性誌ですね、の当初欄を分析しています。で、読者がこう独特の言葉遣いを使うとかね、そういうので乙女共同体という創造の共同体を形成していたということが、この本の中では指摘されています。で、今田絵里香さんの少女の世界、社会誌、こちらは少女の友の
表紙などのビジュアルイメージや投稿欄、あとはこう友の友クラブという、そういう投稿欄に作られたクラブとかね、そういったところを分析して投稿欄で読者同士が交流する少女ネットワークが形成されていたということが指摘されているんですね。読者が雑誌という場でコミュニティを形成していくということです。で、今日はこれら特に女性雑誌とか少女雑誌の分析というのは非常にこう層が厚い研究というのがなされているんですが、写真雑誌っていうのは案外ね、もちろん写真雑誌の研究もたくさんあるんですけれども、この読者という点からのアプローチというのは、まあ、それほど進んでいないので、今日はこの写真雑誌に注目して、アマチュアの写真家、この乙女とか少女ではなくってアマチュア写真家を読者とする写真雑誌ではどのような共同体が育まれていたのかということを検証という行為を通して、見ていこうと思います。はい、やっと本題というところなんですが、では行きましょう。写真雑誌と検証っていうと、近代、ね、戦前の雑誌を知ってる人だったら、あ、写真雑誌って検証するよねってわかると思うんですが、現代の視点で見るとなんかあんまり結びつかないというところもあるかもしれません。今日ではむしろ写真コンテストという言い方の方がすごく広がっているので、あ、そう言われたら雑誌でよく募集してるよねというふうにね、気づく方もいらっしゃるんじゃないかと思います。で、写真雑誌、現在までも、多くのものは紙面で月例コンテストというのを開催します。で、アマチュア写真家たちは、まあ、そういった登竜門のようなところに作品の投稿をするんですね。で、入選したら大抵の場合プロの写真家が批評をつけて紙面にその写真が掲載されるという流れになります。で、この投稿と批評というこの往復のやり取りなんですが、まさに読者と選者、これは編集者である場合が多いんですが、との親密なコミュニティを形成していると考えることができます。で、ここにね、ちょっと出しているのが戦後の2大アマチュア写真雑誌だったんですが、もうコロナ禍の中でどちらも休刊してしまいまして、残念ながらね、この受け皿になっていたこのね、アマチュア写真家たちの、投稿の受け皿になっていた写真雑誌というのがどちらもね、休刊してしまったというので、ちょっとせっかくなので、この表紙だけなんですが、見ていただいています。はい。残念ながら、ちょっと休刊という形になってしまいました。はい。では、このね、投稿と批評によって親密なコミュニティを形成しているというのは、まあ、いつの時代から起こっていて、どんな流れで、そういうことがね、写真雑誌の中で形成されていったのかっていうのを、戦前の写真雑誌のさまざまな取り組みを通して今日は確認していこうと思います。よいしょ。さて、ちょっとね、ここから文字ばっかりになってしまうんですが、写真雑誌というのを皆さん手に取ったことありますかね。朝日カメラとかね、そういうのだったらかなり写真がたくさんあるんですが、近代の戦前の写真雑誌って最初の頃は文字が中心で、写真に関するさまざまな記事が掲載されていました。で、口絵という部分に写真が載っていたりしたんですね。で、大正ぐらいに、それまでの写真雑誌のあり方とはかなり異なる形の写真雑誌というのがたくさん創刊することになります。まさにこう創刊ラッシュを迎えたのが大正後期なんですね。ここ、まあ、主要な雑誌、もちろんこれだけではなくって、もっとたくさんの雑誌も創刊されているんですが、5誌、ちょっと今日は注目したいので、ここに取り上げています。1921年から、26年までの間、ここ最後ね、朝日カメラ。朝日カメラってもう94年もね、実は刊行されていたすごい老舗の雑誌だったんですね。はい。で、まあ、この、多分皆さんお名前、名前見てもわからない人がほとんどだと思うので、まあ、ざっと見ていてほしいんですが、この大正期の写真雑誌っていうのを考える上で、ちょっと見ておきたいのが、発行元なんですね。発行元の、まあ、属性というのをここに書いています。写真芸術という雑誌は、写真芸術者、という写真団体、がやっています。で、このアルスっていうのは出版社なんですね。このアルスも出版社です。で、白洋という雑誌も、これは、写真団体が母体になっているんですね。で、
朝日カメラは朝日新聞という新聞社が母体になっています。で、これを明治時代に創刊された、まあ、老舗で、権威さえ持っていたという写真雑誌の発行元と比べてみると、明治時代の写真月報とか写真新報という写真雑誌は発行元が写真材料省なんですね。もともとは写真材料省が写真の機材とかそういったフィルムとかさまざまなそういった材料を宣伝するという目的で発行されたのがここの明治時代の写真雑誌なんですね。でそれがこう月日を経て写真に関する文化的な情報も含めたいろんな情報が掲載されるようになって、まあ、一大勢力となっていったのがこの2紙なんですね。で、こう見ると、あ、発行元がかなり明治時代とは変わったんだなということがわかります。あれ？はい。すいません。では先ほどの続きですね。写真雑誌、大正期創刊の写真雑誌のちょっと特徴をまとめておきたいと思います。大正期に出版された創刊された写真雑誌の特徴っていうのは写真団体を母体とする雑誌であるということです。特に写真芸術と白陽というのはそれぞれ自らも写真家として芸術的な写真作品を撮っていた福原新造、まあ、この人資生堂 の初代の社長さんですね。彼自身も優れた写真家だったんですが、まあ、設立した写真芸術者の土人誌として発行されています。で、白陽っていうのは、淵上白陽さんっていうのは、神戸 の写真館を営んでいた写真家で、日本工画芸術協会というのを立ち上げ、その会員に向けて頒布するという形で機関誌を作っていました。こうした写真団体と雑誌の関係は、それまでの写真団体のあり方に変容を迫るというものでもあります。どういうことかというと、明治から続いていた、明治から続いていた写真団体、老舗の写真団体なんですが、都市部を中心に東京写真研究会、大阪のなにわ写真クラブ、名古屋の愛友写真クラブなど、こういった権威のある写真団体というのが登場しています。で、明治時代から続いているこういう団体は、展覧会に出品するとか、撮影会に参加するという直接、まあ今でいう対面で行われる活動というのがメインだったんですね。それに対して、大正期に創設された写真団体、写真芸術者福原新造が立ち上げたもので、淵上白陽が立ち上げた日本工画芸術協会の活動は、初めから雑誌というバーチャルな空間での交流を念頭に置いていました。その結果、地域に限定されず、広範囲に会員を募ることができた。で、会員イコール雑誌の購読者ということで、その会員自体がどんどん増大したということにつながっていきます。こういった特徴が大正期創刊の写真雑誌にはまず一つあるんですね。で、白陽の戦略というのを簡単に紹介しておきます。淵上白陽という神戸の写真家が発行したものなんですが、それまでの書籍店での委託販売を中止して、会員頒布制というのを導入しました。で、会員に直接頒布するという形を取ったので、まあ、会員がもうイコール、購読者と同じであるという立場が鮮明になったのが、この白陽の戦略でした。で、白陽を交流の場とする日本工画芸術協会、こういった写真団体なんですが、北海道から九州まで、さらに台北や満州まで、会員450名を要する全国にわたる大クラブ、大クラブというふうにね、白陽自身が言っている、まあ、そういう大規模な団体になっています。で、淵上白陽はこうした自分の活動について、会員書士の作品で大展覧会を催すことも、競技会をやることも、読者相互の通信や親密を図ることも、舞台が広いだけに得るところも面白みも多いと、まあ、このように述べているんですね。この雑誌という場をこう共有する読者たち、会員たちというののつながりを読者ネットワークの広がりとしてね、そこにかなり期待し注目しているという様子がわかります。写真芸術の場合も、まあ、ちょっとこの検証写真という点から見ると、写真芸術者1923年度春季検証写真展覧会というので、まあ、因果っていうのは写真のこの古い呼び方ですね。因果を募集しています、1923年なんですが、でここではちょっと面白い取り組みがなされています。
雑誌に応募券が同封されていて、同封する人は、つまり雑誌を買った人じゃないとダメだということなんですね。AKB とかの CD を売るときの戦略みたいな、やり方なんですが、で、こういった義務付けられていたにもかかわらず、1500点を超える応募があった。で、こういうことは、すぐ雑誌で公表されて、同人が審査に忙殺されている、まあ、それくらいたくさん送ってきてくれたよということが紙面で伝えられているんですね。その反響の大きさというのが共有されています。読者と編集者が情報を共有していることで、同じイベントで盛り上がっているということが、まあ、こういった雑誌という場を介してね、なされているのがわかります。はい。では、もう一つの大正期創刊の写真雑誌の特徴なんですが、先ほどは写真団体が母体になったものだったんですけど、もう一つの特徴、出版社や新聞社が写真産業へと参入したという点が、もう一つ、顕著な特徴としてあるんですね。芸術写真研究と、まあ、カメラという、これも雑誌の名前なんですが、は共にアルスという、もともと美術書をたくさん出版していた出版社だったんですが、そこから、まあ、姉妹誌としてね、写真の雑誌というのが出されています。で、朝日カメラはさっきも言ったように朝日新聞社が刊行して全日本写真連盟の機関誌として出発しました。で、こういった出版産業ですね、出版社とか新聞社がバックアップした写真雑誌が次々に創刊された背景にはどういう理由があるのかっていうと、この頃写真を趣味とするアマチュア層が拡大しました。というのもより簡便な写真機、そして安価なものというのが登場したということにも後押しされて、それまで以上に写真を趣味とする人たちが増えていた。で、その人たちの受け皿になる、写真産業がね、どんどん発展していくだろうという狙いのもとに、出版社、新聞社がバックアップした写真雑誌が創刊されているんですね。で、こういった出版社や新聞社が出している写真雑誌が掲げていたのが、作品制作の自由と不偏不党という編集方針。これは最初に見た明治時代の、写真雑誌というのが、特定の写真材料賞が母体になっているために、なんか偏った写真とか、ね、偏った傾向というのが見られていたんだけど、まあ、それを払拭するために不偏不党という編集方針が掲げられています。で、これはアマチュア写真を始めたばかりの、もう本当に言ったらこの時代のアマチュア写真家ってみんな結構セミプロレベルの人たちが多かったんですけど、新規のアマチュア写真家たちを獲得していこうという狙いが、まあ、こういった自由だよ、どこの、団体にもこうおもねらないよという姿勢として出されていたんですね。はい。で、ちょっとそのカメラと朝日カメラの編集方針っていうのを言葉の、実際にこう主観っていうのは編集者ですね、今でいうところの。の言葉などを確認しながら辿ってみましょう。カメラでは主観の高桑勝夫、この人はいろんな雑誌を手掛けてきた、まあ、編集のプロでもあるんですが、本誌はカメラですね、カメラという雑誌は全ページを読者書誌に向かって開放する。諸君は本誌の読者なると同時に記者の一人である、かなり持ち上げています。諸君の作品、諸君の意見は本誌の主義に戻らず主張に逆らわぬ限りことごとく本誌上に発表することができる。これによって諸君は自己の作品、自己の意見を発表すると同時に他の、まあ、私有という言葉を使ってますね、私有の作品なり意見なりを自由に見聞することができる、まあ、このようにカメラでは読者に、ね、かなり寄り添った形 の、 雑誌作りというのが目指されていると主張されているんですね。読者を雑誌空間に取り込む姿勢が、まあ、鮮明に出されているんですが、ちょっと注目したいのは私有という言葉が、ね、出てきている、私有を強調しているということです。つまり編集者と読者のネットワークだけではなく、読者同士のネットワークを広げ読者コミュニティの強化を、まあ、目指しているというのが、ね、この私有という言葉の使い方からは伺うことができます。カメラの編集方針と朝日カメラの編集方針もちょっと見ておきましょう。朝日カメラだけこう創刊号の画像があるのは特に意味はないんですが、画像がないとちょっと不安になってしまうので入れています。主催の鳴沢礼さんの主張ですが、朝日カメラは我らの態度は白紙である、いずれの団体にも縁故はない、不偏不党が新聞社の酔ってた基礎のように朝日カメラもまた同一の基礎に立つというふうに、偏った団体とかね、写真団体とか研究会に依存してませんよということが、まあ、明確に言われてるんですね。
で、これ全日本写真連盟の一応機関誌として出発しているんですが、その連盟の機関誌としてのあり方よりも、いずれの団体にも縁故はない、一般に開かれた雑誌という印象を与えることが最優先されている。まあ、この言い方からするとね、ことが伺えます。で、この朝日カメラのこういった主張っていうのは、既存のアマチュア写真家、すでにもう写真を趣味としているアマチュア写真家も吸い上げるとともに、新しく写真という趣味に参入したにわか写真愛好家たちを巧みに誘引する。あ、そうか、そんな白紙のままだったら自分みたいな素人でもいいかなというね、そういう形で誘引する内容になっています。はい、ちょっとね、ここで大正期創刊の雑誌、写真雑誌の特徴というのをまとめておきましょう。一つ目は、紙面を活動の場とする会員、まあ、イコール購読者なんですが、を募ることによって、私有として同じ理念、芸術的な写真を撮るという同じ理念を共有する創造の共同体を作り上げる。アマチュア写真家の増加を見越して、不偏不党を看板とする写真雑誌が刊行され、従来の写真雑誌の読者層とは異なる新規参入者の獲得が目指されているということがわかります。読者コミュニティの強化と拡大というのが、この写真雑誌には、大正期の写真雑誌には伺えるんですね。広く一般の読者に向けて、写真へと接近することができる回路が開かれつつあったということがわかります。さあ、それではここからは、特に検証としてどんなことが、ね、なされていたのかというのを見ていこうと思います。はい、先ほど見たカメラですね。高桑克夫が出版をしていた、カメラでの検証写真の取り組みなんですが、初心者を歓迎するという姿勢をかなり鮮明に出していました。高桑克夫は趣味こすい、まあ、趣味としての写真活動をしましょうということで、趣味をこすいする目的で、年に2回定期大検証と毎月検証の因果を募集しています。で、このどういうものを彼は求めていたのかっていうと、多少の練習を積んでいさえすれば、誰にも応募し得られるような、ごく程度の低い因果を募集。程度の低いっていう、ちょっとかなりね、ハードルを下げた形で募集がなされています。しかし、まあ、初心者向けっていうことを強調しながらも、この批評する因果表を載せるのは、同志顧問の、水彩画家の三宅国旗と、西洋画家の山本かなえという著名な作家が担当しているということもちゃんと告げられてるんですね。あ、そんな有名な人に見てもらえるんならいいなという、まあ、そういう形で読者に向けてサービスがされています。で、創刊からおよそ半年後、カメラが募集した第2回大検証では、6200予定の応募因果が集まって、ほとんど奇跡に近いというふうに、ね、自画自賛している、言葉が残っています。写真界の出来事で、大正10年長尾の大成功であった。まあ、こんな形でね、自画自賛をしている高桑克夫の言葉も残されています。はい、カメラの検証では、初心者を歓迎するという姿勢、かなりアマチュアの、ね、新しく写真を始めたばかりの人たちに、ハードルを下げた形で検証がなされていました。朝日カメラの検証写真なんですが、朝日カメラはかなり、まあ、大規模な形で検証を募集していたんですけど、検証写真の審査を5部に分けているんですね。特定の写真団体の系統にとらわれることなく、写真を自由に投稿できるシステムを用意していました。その5部門っていうのは、かなりバランスの取れた選択になっていて、まあ、朝日新聞本社が一つで、東京写真研究会という古くからある、権威のある写真研究会の秋山哲介で、さっき見た大正期に台頭してきた写真芸術者の福原新造で、これも古くからあるなにわ写真クラブの米谷幸郎さんで、さっき見た、淵上白洋ですね。日本工画芸術協会。だからかなりバランスがいい。古株も目を向けられるし、新しい人にも目を向ける。自分の好きなところにね、投稿することができるというシステムを作っています。はい。伝統的な写真団体だけではなく、新勢力も取り組む。こういった工夫がなされているんですね。で、こういったシステムを取り入れているのは、あたう限り応募者の個性尊重に努める。まあ、自由にね、投稿できる。自由な投稿と個性を尊重するという姿勢が鮮明に出されていました。はい。では、写真雑誌の読者たちって、まあ、どういう人たちなんだろうかっていうのをここで確認しておこうと思います。この写真雑誌の中でちょっと面白い、文章を見つけたんですが、まあ、カメラと芸術写真研究という2つの写真雑誌で、
投稿写真の選者を務めていた中島健吉という編集者、彼はこの芸術写真研究という雑誌の中でこんなことを言ってるんですね。本誌またはカメラの因果応募家諸君から、しばしば初心で応募してある自分の因果がたとえ落選しても、その批評または欠点を指摘してほしいという意味を申し越されました。これは地方にあって直接相談相手のない愛好家にとっては、誠に無理のない希望だと思います。という、地方のにいて周りに相談できることの相談する相手がいないという、こういう人たちが写真雑誌の読者として想定されているということが分かりますね。で、当時の写真雑誌の読者たち、こういうことを選者に、ね、欠点を指摘してほしいということを言ってくる読者たちが雑誌に何を期待していたのかっていうと、機材や因果紙の取り扱い、こういったテクニックに関する情報だけではなくて、批評または欠点を指摘してくれる第三者の眼差しだったんですね。で、これは自分と同じ立場で作品を投稿する存在である価値観を共有する私有というものを求めることにもつながっていきます。で、さらにこういった写真雑誌に、地方のアマチュア写真家たちが、集まってくるというのは、写真という趣味を通して文化的な営みに関わるということ、そういうところに満足を得ているというふうに考えることもできるんですね。はい、こういった写真雑誌の読者たちが大正期の、雑誌を支えていたということがわかります。では他にもちょっといくつか、批評検証と批評の関係というのを見ていきましょう。写真雑誌が設けていた読者との交流なんですが、芸術写真研究では面白い試みがなされていました。それが密着因果と呼ばれる、写真のこの原寸でプリントした絵画の下絵のようなものなんですが、コンタクトプリントという言い方をしたりします。だから写真を実際に芸術的に仕上げていくために確認するための第一段階なんですね。だから本来だったら人に見せるようなものではなくって、本当に最初 の、 生々しい生の状態です。で、中島健吉は、読者に写真を投稿するときに一緒にこの密着因果も提出してほしいと呼びかけるんですね。例月募集規定の中に記載してある通り、応募因果にはなるべく原版全体の密着因果を添えていただきたいと。なんでかっていうと、批評する私にとっても参考になるし、市場に掲載する因果批評はその因果作者個人のためののみではなくて、読者諸君全体が利益を受くべきもの、つまりどういうふうに作品が出来上がっていったのかっていうことを知るために、こういった密着因果を掲載したいとこう考えたわけですね。じゃちょっと実際にどんなものが、ね、掲載されていたのかを見ようと思います。こちらですね、これが雑誌に、芸術写真研究の1ページです。雑誌の中に、かなり余白を取って、掲載されているんですが、高山正隆の生物という写真、こうパッと見るともうこれ写真なのかなって思うようなボケボケなんですが、この時代こういった写真の表面を加工してあたかも絵画のように見せる、という手法が流行していたんですね。で、こっちにその密着因果というのが、掲載した写真のものが全部載っているんですが、わかりますかね、この高山正隆の原画はどこにあるかっていうと、ここなんですね。2番、番号が振られているんですが、これです。全然違うというのがね、わかると思います。拡大するとね、ここしか使ってないですね。ここだけ切り取って、それをかなり引き伸ばして、ボケボケにしています。で、よいしょ。密着因果を紙面で共有することの意味っていうのは、先ほど中島健吉が言ってたことをもう少し深掘りしてみると、密着因果からは作品、これが完成した作品ですね、そして提出される前の生々しい写真の状態がわかります。こちらですね。どういうことかというと、意外なほど広い範囲を撮影しているなとか、実際に掲載されるものは本当一部しか使ってないんだなとかね、意外な点っていうのがよくわかるんですね。で、こういった写真を出す高山正隆っていうのはもうかなり売れっ子の、今でいうインフルエンサーみたいな、かなり影響力の強い、アマチュア写真家だったので、高山正隆みたいな写真家でも、こんな普段、その辺で撮ったような平凡な写真を
こんな見事な作品に、変えることができるんだ、自分もできるかもしれないという、密着因果の公開は、それを見た読者の制作意欲を刺激する、うん、なんか簡単そう、自分にもできるかもというようなね、感覚を与えるものであります。でもう一つは、通常こういった、まあ、制作の秘密みたいな部分ですよね、通常隠されているはずの部分を明かすっていうのが、まあ、私有としての連帯意識っていうのを強めることにもつながったのではないかと考えることができます。はい、では、読者との交流として、もう一つ、紹介しておきましょう。白陽、もう何回かここで紹介した写真雑誌なんですが、白陽の投稿写真の対応というのもちょっと変わった取り組みがなされています。主幹を務めた淵上白陽は雑誌に写真を投稿するときに、市場掲載の通知に接したる。だから当選した人は、直ちにですね、撮影当時の感想文、諸条件、気温とかそういったものを含めて書いて送ってくださいということを言ってるんですね。で、その感想っていうのを実際に紙面に掲載していたんです。で、これがちょっと例として、紹介したいのが、入選して雑誌に掲載された、仙台在住の河合水石さんという人の作品、晴れ日という入選作なんですね。で、この作品に対して、感想文、なんでこれを撮ったのかという感想文が書かれています。ちょっともう細かい字なのでざっと言いますと、まあ、なんで撮ったのかというのがここにね、書いています。ちょっと面白いから撮ってみたというね、世界が変わって見えるからちょっと面白くて撮ってみたっていうようなことが書いてるんだけど、同時にちょっと調子がどうもうまくできませんっていう、ちょっとこうぼやきというかな、そういう弱気な部分もちょっと出してるんですね。で、それに対して淵上白陽は、いや、なんか面白いし満足だねとか、ただこういうところはちょっと惜しいよという、生殖性の甲板を使用していなかったために花の感じが出てない、惜しいね、って、まあ、そういうふうに言ってるんですね。はい。で、作品だけではなくって、このアマチュア写真家の撮影の動機や作者の心境も踏まえて批評を行うという白陽の態度っていうのは、中島健吉が言ってたような、地方にあって直接相談相手のない愛好家たちを十分に鼓舞するものになったと考えられます。この作者の感想と、変者の表という関係は、あたかもこう私的な通信のように見えるところがあるんですね。で、その私的なやり取りを紙面に公開することで、それを読んでいる読者も相互に通信や親密を図る。淵上白陽が目指した雑誌作りの、まあ、理念というのがここでは達成されているように考えられます。はい、さあ、ではもうこれで最後なんですけれども、今日は戦前の写真雑誌の性格と写真雑誌の検証というのが、まあ、どういう役割を果たしてきたのかということをまとめてざっと事例を紹介してきました。で、この流れっていうのが戦後写真の大衆化とカメラブームの到来へとつながっていくと位置づけることができます。戦後の写真雑誌って戦中に雑誌の統廃合というのがかなり起こりまして、朝日カメラもちょっと休刊してたんだけど1949年に復刊しました。で、最初に掲げた休刊、ね、になってしまったばかりの朝日カメラと日本カメラというのもこの1950年に創刊されています。で、この出発したばかりの朝日カメラに、1周年、復刊1周年記念の時に写真雑誌の使命というのが掲載されてるんですね。ちょっとそれを見ると、この大正期の写真雑誌が向かっていた方向性っていうのが、戦後の写真雑誌にも受け継がれているんだなということが読み取れるんですね。写真雑誌の使命というのは、熱心なアマチュアを正しい方向へ導いていくところにあるのだって言ってるんですけど、じゃあどんな写真を載せるのかっていうときに、優れた作家の優れた写真も読者を益するには違いないが、読者の手の届かないような飛び離れた写真が多すぎることは考えなければならないと。優れた作家によるアマチュアにも手の届く写真、こんな写真の多い方がどれだけ読者の役に立つかわからないと、こういうふうに言ってるんですね。これがまさに写真の大衆化というものをどんどん後押ししていった、まあ、戦後のカメラブームというものにつながっていくんだなということがね、実感されます。戦前の写真雑誌の検証をめぐるさまざまな試みというのが戦後の写真の大衆化を大きく方向づけていったんだということが、今日の、
セミナーの中でね、最終的な結論として提示したい内容です。はい。では、ちょっと途中トラブルがあって大変申し訳ございませんでした。発表は以上です。よいしょ。じゃあ、高橋先生、ありがとうございます。はい。じゃあ、共有停止しますね。まあ、トラブルがあっても、大変興味深い話、ありがとうございます。ありがとうございます。できて、はい。まあ、私も、まあ、もちろん近代が雑誌の時代 とのイメージがあったんだけど、どんな雑誌、どんな写真、どんなコンテストが、まあ、いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、質問があれば、ぜひ手を挙げる機能とか、チャットボックスに書くこともできるんですけど、いかがでしょうか。あ、よろしいでしょうか。はい、どうぞお願いします。音声聞こえておりますでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございました。文化情報学専修博士後期課程1回生の山本と申します。本日は大変貴重なお話いただきましてありがとうございました。ですね、すごく専門外というか専門外なことでちょっとトンチンカーなことをお聞きするかもしれないんですけれども、ご了承いただければと思います。ですね、私自身、今、劇場等で配られていたプログラムのことについて研究をしております。劇場というのも花町等の、ゲーマイコーラの舞踊公演の、プログラムについて、ちょっと研究を進めております。そういった中でですね、そういった劇場や、歌舞会が配布して観客に配布をするという形がプログラムもあるんですけれども、同じように、本日先生のお話の中に頒布していた雑誌があって、それが写真の会の会員というふうに見なされていたというお話があったと思うんですけども、こういった場合って、例えば会員費などを別途払っていたとか、あるいはどのような広告をしていたのかということにちょっと興味を持ちました。あと、もう1点ほどちょっとお聞きしたいんですけれども、女性雑誌の検証写真に関しては、編集者がテーマをいくつか毎回定めていたということがあって、ただ、カメラ雑誌、カメラ雑誌でよろしいんでしたっけ？そうですね。はい、すみません。の方は、読者の方が、逆に検証写真に、あらゆることを求めていたというようなお話だったかと思います。で、そのことにおきまして、女性が、家父長的な視線だったりとか、男性的な視線を直させて、憧れな眼差し等を求め、理想の眼差しを求めたというのは、おそらく編集者側が読者である女性に求めていたものだと思うんですけれども、カメラ雑誌が読者から、編集者側に求めていたということが可能だったというのは、これは、おそらくカメラ雑誌というものは、カメラが当時貴重だったことも考えると、男性が主な読者層だったかなというふうに想像をつけるんですけれども、その男性だったから可能だったというような、その性差別とも言いませんけど、性別的な何かそういうものが背景にあったりするのかというのがちょっと個人的に興味を持ちました。はい、ご質問ありがとうございます。劇場のプログラムというのを研究されているということで、はい、最初のね、ご質問なんですが、白洋という雑誌が、会員に頒布するという、書店に置くんじゃなくて、会員に直接届けるという頒布制を導入したというのが、読者を囲い込むという点では、画期的だったという話を中でしたんですが、どういうふうに会費を払ってたでしょうかね。ちょっとそこ、すぐにパッとお答えできないんですが、ただこの白洋という雑誌に会員に応募しますよっていう応募券みたいなものがついてたんですね。広告っていうのは雑誌の中で、会員と会員登録
用みたいなね、そういうのが告知されていたりしたので、はい、そういう雑誌の中で多分友達がその雑誌を見て自分もっていうようなね形で広がっていったんじゃないかとは思います。多分会費制だったんじゃないかなと思うんですが、また分かったらどこかにお伝えできればと思います、はい、ありがとうございます、はい、でもう一つの質問なんですけど、女性誌の場合は編集者がもう理想的な女性イメージというものを検証として、ね、求めていて、写真雑誌の方はそうじゃなかったんじゃない、読者が編集者に理想を求めたっていうふうにお尋ねになったかと思うんですが、はいはい、これはちょっとどうかなという、確かに男性が多いんですけど、写真雑誌の、テーマっていうのがかなり漠然としてるんですね。風景とか人物とか検証のテーマっていうのが一応あって、自由っていうのももちろんあるんですけど、はい、読者が勝手に決めれるっていう、まあ、自由なっていうのは流派の自由っていうんですかね、何々風で撮るとか、写真の研究会によって写真の特徴っていうのがすごくはっきり決まっていた時代でもあったので、その自由さっていうのはそういうのにとらわれないよっていう、個性尊重とか自由っていう、自由にテーマを決めれるという意味合いではちょっとなかったんですけれど。ああ、なるほど。はい。だから、雑誌、確かに女性誌の方は、編集者主導っていうのがすごく強くって、カメラ雑誌の方はね、そこまでではない、むしろ対等な関係性であったというのは言えるんじゃないかと思うんですが、読者の方が男性だから男性的な経緯があって、強く出れたっていうのはちょっとまだ言えないかなと思います。ありました、ありがとうございます。編集者も男性なんでね、編集者も男性がほとんどなので、はいはい、ちなみになんですけれども、女性雑誌の方の検証写真の批評はどういった方が行われていたとかあるんでしょうか。女性雑誌の方の検証写真というのは、はい、写真を作品としてこう募集していたとまでは、写真雑誌のように本格的に作品として批評するっていうのがあんまり、写真雑誌の場合はなかったんですね。写真雑誌、婦人雑誌の場合は、うん、ただ検証小説とかでは批評がもちろんあったし、そういう専門的な雑誌が募集している検証作品として投稿されるものには批評がつくんですけど、婦人世界で見る限りはそこまではきちっとした批評を例えば写真作品に、つけるっていうことはなくて、もう掲載して終わりというか、うん、というのが多かったです。1等ですよ、2等ですよと、理由っていうのもきちっと提示されることはあまりなかったと、私の見てた限りではなかったです。はい、ありがとうございます。大変勉強になりました、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。山本さん、ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。じゃあ赤間ですけどよろしいですかね。はい、すいません、赤間です。先ほどちょっと、パソコンの時によくやります。見てた赤間です。ですね、女性雑誌のというのは、その文学系の雑誌とか演劇系の雑誌とか、スポーツ系の雑誌とか、いろいろいろんな分野の雑誌出てたとは思うんですが、それと割と似たところがあって、多分口絵というか、グラビアというか、写真ページがおそらくかなり多くて、場合によっては3分の1とか占めてるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、それはそれで正しいですか。そうですね、口絵っていうのは例えば目次なんかで見ると10枚程度口絵に写真とか絵画の図版とかそういったものが掲載されるというものがありました。だから3分の1という、ね、ボリュームではないです、ね、うん、ちょっと少なくて、ちょっと少ないんだと思うんですね、そうするとね。で、文学雑誌の場合は、もうちょっと少ないかなとは思いますが、まあ、主体が文学なんで、文字になっちゃうんで、ちょっと少ないかな。うん、
で、その他の、ビジュアル系の分野だと、やっぱり、すごく、それこそ3分の1ぐらいいってしまって、で、本文からページ数が、数えられているので、最後のページ見るとそんなにページ数がないのに、ものを持ってみるとずっしりと重いっていうね、そういう形態になって、いるんですけど、その中間ぐらいっていうことでしょうかね、そうすると。そうですね、写真雑誌もやっぱりいい紙を使っている雑誌が多かったので、非常に重いです。で、口絵と分けて、編集していた時代と、もうすべて紙を統一してしまった時代とありますので、うん、確かにイメージがすごく多い、しかもそこに広告が入ってくるので、はい、文章部分というのはすごく少ないというのは、確かに写真雑誌にはある特徴だと思います。ああ、というかね、まあ、女性雑誌は、の投稿に関して言えば、どうしてもこう、他の雑誌がグラビアというか口絵の部分が多い中で、女性雑誌っていうテーマだと写真が、あまり確保できないので、まあ、投稿になるかなとかっていうふうに私が連想したっていうのがあるんですが、そこからさらに次の質問は先にもうお答えになっちゃったんであれなんですが、写真雑誌の場合はその辺の、こう配分というかページの配分がどのように変わるのかとか、それから技術ですね。カメラそのものの技術と、カメラの本体の機械そのものもね、いろいろ変わりますよね。そことの連動性があるのかとか、それからその印刷技術ですね、今言ってるような。その同じ、紙の中に写真のというか、挿絵、画像がこう印刷されるパターンになるのと、いろいろ変わりますよね。で、今日のお話は、あまりそういう技術とか、見た目というかところがなかったんで、そのあたり、こう、バクッと説明していただくと、わかりやすいかなと思ったんですけども、特に写真雑誌だと、どっからか、こう、本当に、写真中心の雑誌なので、そこを特徴で付けるような、他の、他のその、グラビアが多い雑誌とも違うような展開があるんじゃないかなっていうところが興味がありました。それと、まあ、大体、その、広告ですね。広告が、かなり入りますよね。はい。まあ、それが多分、その雑誌を維持する、広告費を取っているので、維持することになるだろうと思いますけども、まあ、写真雑誌の場合は、それの辺がどうなってるのかとかっていうふうに伺えればと。思いました。はい、すいません。よろしくお願いします。ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通り、本当に口絵と呼ばれていた時代と、多分印刷方法っていうのが雑誌そのものの中で変わっていくっていうのはあると思うんですね。赤飯印刷だったものが、グラビア印刷になるってい う変化はあるんですね。で、写真雑誌ももちろんそういった口絵に写真を掲載していた。このタイプとかね、ちょっといい印刷方法を使って綺麗なものを出したりとかっていう雑誌もありましたし、ただグラビュール印刷とかっていう風にもう目次のところに書かれたりして、まあ、特別扱いをしたちょっといい印刷だよっていうことが主張されている時代もありました。でもなんか どんどんこう時代が進んでいくと紙がすごくこう良くなって、もう一冊がすごく重くなっていくという時代に入っていきます。で、写真雑誌ならではのなんかそういった形式的な特徴っていうので、先生がおっしゃったこの、ね、印刷の面っていうところではちょっと思いつかないんですが、こう半径が大きくなっていくっていうのがあります。うん、初めはこう、まあ、言ったら英語の半分ぐらいですかねのサイズだったものがだんだんこう大きくなって、最後ライフぐらいのね、アメリカのライフっていう写真雑誌あります。ちょっとかなり大きい B4 ぐらいのサイズのものになっていったりするっていうのは、昭和に入ってくると、まさにビジュアル重視して、大きな写真を掲載するということがありました。で、もう一つ広告がすごく多いということなんですが、もうこれどこの雑誌も多いと思うんですけど、写真雑誌の面白いところっていうのは、本当に写真関係の広告がすごく多いんですね。写真とか、昭和に入ると、ホームビデオの、こうね、
ビデオカメラの広告とか、そういった映像系の広告っていうのがすごく多いです。だから普通の雑誌だったら、女性誌だったら、まあ化粧品とか食べ物とか子ども関係のものとかいろんな情報が載るんですけど、写真雑誌の場合はすごくカメラ関係のものがすごく特化されて広告に掲載されていたっていうのは一つ特徴として言えるのかなと思います。はい、答えになっていますでしょうか。はい、ありがとうございます。やっぱり何だろう、やっぱり読者かなり男性に特化したような感じでしょうかね。こう機械見るのが大好きな、機械、おじさんみたいなのがお金持ちのっていう感じなのかなっていうふうには感じられましたけど、すいません、私ちゃんと勉強してないんですけど、今日大変勉強になりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まあ、先生ありがとうございます。で、竹中先生お願いします。映ってますでしょうか。声聞こえますか。聞こえます。はい、高井先生今日どうもありがとうございました。非常に興味深い、ご発表でした。で、ちょっと、たくさんの情報があって、その中に非常に貴重な情報があったんですが、まずちょっとテクニカルな面で、非常に専門的な指摘がなされていた。例えば、淵上博洋がですね、読者の写真、読者はぼんやりと外に出て春の様子を撮ったっていう感じのことを言ってたんですが、まあ、今ちょっと共有していただいてもよろしいでしょうか。いいですかね。はい、分かりました。いいですか。待ってくださいね。はい。ですね、はい。肥料桶のこれですね。これですね。はい。ここかな、この作者。そうですね。はいはい。ここでですね、この写真だけを見てですね、それではなくて、一つ前。違いますよね。はい、その一つ前です。一つ前です。これですね。はい、失礼しました。はい、非常に、生殖性の乾板を使用しなかったためとか、種板の調子ですか、非常に専門的な、本当にテクニカルな、指摘をしているということ。これ、単なる、なんて言うんでしょう、親密性よりも、本当に技術を高めようということだと思うんですね。それで、私が、拝聴してて非常に面白いなと思ったのは、コンタクト、因果のところです。ちょっとそちらも。そうですかね。そうです、そうです。密着因果ですね。はい、で、密着因果で、ここで、高井先生は制作意欲を刺激とだけあるんですが、もう一つ全体、はい、トリミングしてるところありましたよね。ここですね。ここでその、全体もっとトリミング、どれだと思いますかって言われた。いっぱいこれですかね。そうです、はい、これを出しているところを見ますと、単に密着因果はこういうものだったんですよというよりも、まずここで、構図の問題、構図の問題を読者に知らせようとしているということ、それからこの お茶碗といいましょうか、お茶碗の例を出してくださってるんですが、これここまで大きなトリミングするのは、その時にクローズアップができなかったからじゃないですか。カメラの特性として対象物に寄れなかった、だから引いて撮った、そしたらそれをクローズアップの構図が欲しいためにはここまで引いてそれをトリミングするんだっていうような非常に具体的な、なんて言うんでしょうか、教示、教え伝えることを目的とした、密着因果の提示だと思うんですね。そういう意味で非常に、その技術的なものの伝達がいかに、精緻に、そして、ジャンル別になされていたかということが、この評者と投稿者との間で、そのやり取りから出てくる素晴らしい資料だと思いました。ですので、今回のテーマはその、まあ、ネットワークっていうところに比重があったんですが、その技術的な面、その技術的な 面の、流通に関して、この写真雑誌がいかに
役立っていったかっていうのをまた今後も続けていって教えていただきたいなと思いました。それから、地方でもかなりたくさん の写真のグループがあったと思いますので、まあ、全くそのグループに属さないでこういう写真雑誌に投稿していらっしゃる人もいらっしゃれば、グループに属しながら写真雑誌投稿しようという方も多かったと思うんです。で、そういう読者が求めていたのはさらに中央の有名な批評家に見ていただきたい。逆に言いますと5つぐらいそのジャンル別と言いつつ実際はその表者別に投稿できるということはその表者のステータスが非常に強くてそれを読者たちも目指していたという方向性を示してくださる、ご研究だったかなと思います。非常に面白かったです。また教えてください。ありがとうございました。はい、ご指摘ありがとうございます。たくさんいただいて、まず技術的な面を淵上白洋がね言ってるっていうのはまさにおっしゃる通りなので、そこフォローできるようにさらにちょっと掘り下げていこうと思っております。で、この密着因果のところも確かに構図っていうのをねすごくに意識を向けるような形で出されているっていうのは最もおっしゃる通りだなと思いました。ただちょっと1点だけこの加山雅隆のこの作品がなぜこんだけ寄ってるかっていうと引き伸ばしをする小さいものをかなり大きく引き伸ばすことによってこの作品のボケた感じっていうのを出すこの時代の一つのテクニックだったですね。過剰に引き伸ばしてつまりピクトリアリズム、ピクトリアリズム、そうですね。でピクトリアリズムはまずその引き伸ばしの前に因果の段階で何度も重ねて因果をする、それからブラシをかける、上田商事が言う雑巾がけとかさまざまなテクニックがあったと思うんです。で、それらのテクニックを超えてそのあえてこの引き伸ばしによるブレというのを意識的に使っていたのかどうなのかっていうところもちょっと教えていただきたいんですが、意識的に使っていたんだと思います。というのも高山雅隆アマチュアなんですけど写真画集というのを出していて、そこにはかなり何倍に拡大したというのが、こういう まさに情報が提示されているんですね。で、その10倍とかっていう、そういう倍っていうのをすごく丁寧に書いているので、意識的に引き伸ばしをかなり過剰にして、こういった雰囲気を出しているんじゃないかなと。というふうに私は考えています。はい、この、雑誌の、掲載年度をお示ししていただけてなかった、ね、なかったんですが、そういう時代の歴史性も踏まえると、はい、従来の方法から新しく引き伸ばしっていうのが導入されて、その可能性を模索していた時期という、そういう新しい見方もできるかもしれませんので、また、はい、教えてください。すみません、ありがとうございました。わかりました。ありがとうございます。共有を停止します。はい。中先生、ありがとうございます。じゃあ、他はいかがでしょうか。僕からの質問いいですか。はい。はい。先生の、近代といえば、おそらくカメラとかフィルムとか、全部高いだろうと思いますけど、それはそうでしょうか。そしてカメラとかフィルムとかが高いならば、まあ、どんな人が投稿できるかできないかと、ちょっと、それについて、ちょっと話してもらえませんか。そうですね。ちょっと具体的な金額というのは抑えてないんですけれども、明治時代は本当に、例えば将軍、徳川慶喜が写真趣味だったとか、そういうすごく特別な人しか明治初めっていうのは撮れてなかったんですね。でも大正時代になって、大正後期ぐらいになると、ベストコダックという、コダックから出ているちっちゃい、もう少し安価なカメラが出たりして、でもまあもちろん誰でも気軽に買えるお値段ではなかったと思うんですが、かなり、中間層
ぐらいの人たちには手が届くぐらいのお値段に下がってきていたと思います。もちろん、一家に一台っていうのはまだ戦後の話なので、特定のちょっと社会的な階層の人たちが中心になっていたとは思います。戦前の写真雑誌に投稿したりしていた人たちっていうのは。はい。あ、ちゃんと答えられた。いや、ありがとうございます。コダックはそんなに古いとは知らなかったので、面白いですね。そうですね。じゃあ、他はいかがでしょうか。トラブルがあったので、あと、まあ、3、4分延長大丈夫だろうと思いますけど、よろしいでしょうか。じゃあ、それならば、じゃあ、小坂橋先生、ありがとうございます。どうもありがとうございました。したじゃあ、セミナーを閉会させていただきたいと思います。じゃあ、皆様もご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい。退出します。退出。皆さん、次回は、まあ、もう言いましたんですけど、まあ、6月7日、京都精華大学の吉村一馬先生が、漫画ミュージアムアーカイブネットワークについて発表 になると思います。じゃあ、次回にも、皆様、ご参加お願いします。では、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。